文語国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ、西海道に属する。6世紀には日本の各地に一大律等を介した大和朝廷の部民性が普及し、7世紀には交互粘着なる戸籍簿が作られたとされている一方、文語国の701年の戸籍は交互粘着とは異なるとされている。九州には七世紀末まで大和朝廷とは 独立した王権があったとする説がある。アスカ時代の大化の改新の後の701年に、律令制が施行され、九州全体は、再改道の一部になり、それまでの報告が分割され、文語国と部全国が設けられた。また、8世紀前半の編纂とされている、文語国風土器は、全国で5つだけのほぼ完全な形で残る、風土器の一つである。文語国は、 平安時代までは妙で、とよ、国の道の尻と読んだ。平安時代末期の1185年、自称、樹衛の乱で、平家が滅びた後、源頼朝は、親平家法であった、九州の在地武家を抑え込むため、新しく東国御家人の大友氏を修行として、九州に送り込んだ。文語国では、大友五門州の一万田氏や大友の下り州が、 次第に勢力を強め、国州であった丹部市、漆、島氏、宇佐氏、大上市、清原氏、藤原氏、阿南氏、脇田氏、大野氏、薄木氏、小形氏、各氏、佐伯氏、橋詰氏など在地武家を抑え込んだ。鎌倉時代から室町時代も大友氏が主語であり、戦国時代から安土桃山時代にかけては、争いごとも盛んに起きた。十一代目。 大友総林の時代には、ポルトガルやカンボジアとの交易も拡大した。1803年に、唐橋制裁かが編纂した文語国史に、当時の文語国に関する数制統計や史跡史実がまとめられている。国府は、大分軍にあった。現在の大分市古国,国府と推定されるが、遺跡はまだ見つかっていない。二宮以下は不詳である。文語国史復刻版により、 旧大分県の群割。鎌倉幕府室町幕府戦国大名、豊臣政権の大名江戸時代以前江戸時代、義手は人伝、俗日本記。AB 末広里人、日田県勘地下の実態、再帰藩預かり書の場合、大分県地方史、ナンバーワン英語ピアニッシモ、二20から37、大分県地方史研究会。ありがとうございます。